ワイオミング軍はアメリカ合衆国ペンシルベニア州の北東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は28,276人であり、2000年の28,080人から0.7%増加した。軍庁所在地はタンカノックボロであり、同軍で人口最大の町でもある。ワイオミング軍は1842年に ルザーン軍から分離して設立された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は405平方マイルであり、このうち陸地397平方マイル、水域は8平方マイルで、水域率は4.88%である。軍域は、サスケナ川北支流で2分され、タンカノッククリーク、マホペニークリークなど大きなクリークに排水される。 地表は、丘や山が多く、マホペニー、タンカノック、ノブ、ボーマンの山が一部を占めている。土壌は肥沃である。木材、石炭、鉄鉱石が大変豊富にある。軍内タンカノック中心事業街の南市帰りに、一般用途空港であるスカイヘイブン空港がある。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。2012年10月時点で、 ワイオミング軍には17,290人の登録有権者がいた。人口の61.1%が登録している。ワイオミング軍はアメリカ合衆国会議員ペンシルベニア州第117選挙区に属し、2013年時点では共和党議員を選出している。ペンシルベニア州議会上院では第20選挙区に属しており、会員では第111 第117及び第114選挙区に属している。2013年時点で上院は共和党、下院は共和党2人、民主党1人を選出している。ワイオーミング軍の自治体、ボロは赤、タウンシップは白、国勢調査指定地域は青ペンシルベニア州法の下では4種類の自治体がある。市、ボロ、タウンシップ、町である。 国勢調査指定地域は、アメリカが州国国勢調査局が人口統計データを取るために設定した地域である。州法の下では、実際の司法権が及ぶ範囲ではないワイオミング群、教育学区の区分図。ありがとうございます。